おはようございます。いつもメディカル道場を見ていただいて本当にありがとうございます。本日は視聴者の皆さんは5時半だと思いますけど、メディカル道場は今8時、9時、9時ぐらいですね。今メディカル道場には寒い男と寒い女しかいません。俺に内緒でいろんなことが動いてます。お前ちょっと気づいた。私プライベートなんで関係ないですか。は？それでいいよ、それでいいよ、視聴者で何が言いたいの。俺は何も言いたいわ。ただこのカメラが回っとる間に何か話したいことがあるなら聞いてあげるよっていう。これ誘導尋問。いや俺は言いたくないよ、ヤンディーよ。別に俺はそういう付き合いしかしないよっていう。このカメラ回ったから聞いてくれないの。何お前、自分で分かってんの。何も分かってないだろ、お前バカな。お前お前が落とし入れられるんだぞ。それダメだよ。それダメ。はい。視聴者の皆さん、俺に隠し事しました、社員は。分かる？お前知っとる？薄々感じてます。ここまで行ってもショーがコンっていうのは。それ誘導尋問。自分。いや、カメラバーンって止めて、僕が話したいことありますって言って、俺をどんどん気づけとるのはショーだ。話していいですか。俺に話したことあるの？あれです。いいよ。ずっと言おうかなと思ってたんですけど。何の話？あ、どういう、まず経どういう経ですか。そうやって探りに行くんだろ。いや、探りに行くんだから。つまりもう行くちょっと手、そうだよ。手が疲れるんだよ、やっぱり。いやお前、いいよ。まあ、じゃあ、もう話しちゃう。やっぱ仕事の話して。プライベートの話はどんどん見たらね。何が言いたいの。いや、こいつも何も言わない。なんで？え、今日じゃあどうやって、じゃあなんで？ジョンネットワークダメんだよ。俺のネットワーク半端じゃない。で今日一日こいつ様子を見て。何が？俺今日絶対ドバイ行ったらさ、パックがこいつも絶対一緒に。まあ女の子から言うことじゃないな。まあ、そりゃそう。話していいですか？じゃあ言おうかなと思ってたんですけど、そういう風になって5日間カメラ向こうに視聴者がおるからね。そういう風になって5日間話そうと思ってたんですけど、やっぱ所長いなかったし、今日はっていうのも竹で飲まずに話したかったんですけど、ゴルフ違いいいじゃん。何だろう、付き合いました。付き合いました。そんな話。俺全然そんな話だと思ってなかった。白子っすね。白子っすね。どういうこと。カメラマンと付き合いました。カメラマンって言えよ。カメラマンと付き合いました。分かるやつ。あ、違う、久しぶりです、久しぶりです。あ、視聴者やってる。今すごいですね、どっから情報回ったんですかね。本当ですよ。ですよ、親も全部知ってる。簡単。親からっす。親は言わんかったよ。じゃあ誰。お前に言わん。お前、今日一日おってなんで言わんかったの。逆にそれ聞くわ。普通の顔してるよ、お前。いつよこれを食べてくれた。僕は俺の言ったら、なめんじゃない。パパから聞いたってこと。いや、それは言わん。絶対とかやん。俺の言ったらなめんじゃない。パパね、あっという間じゃない。だって1週間ぐらい俺がだって沖縄行っとった間。恋愛にその時間なんだけど。お前らがもうすぐやり捨てするだけだろ。やってないですまだ。カメラの向こうの皆さん、俺は今日一日あなたたちに猶予を与えました。なんで俺はもう情報出さない。一日も我慢してないの。お前と今日ずっとだっ腰痛いのに。いや嬉しい、俺はめちゃくちゃ嬉しい。これなんで隠すことじゃないっすよ。だってハッピーじゃん。いや、いいことじゃん。ただ俺はまあ予言しとくけど1年には分かるから大丈夫。1年もかからないです。もう1年もかからないです。もう最低です。いやいやいや、俺は言った勝利。最後までいたらもう大変なことになるよ。
怖いよ。まあ明日明日ゆっくり話しましょう。みおちゃん、みおちゃん、私明日お休みもらっていいですか。明日一日二人でゆっくり話しましょう。明日休みます。これ大丈夫ですね。どっちから、どっちから言い出したの。どっちからどうじゃないですか。意気投合、意気投合、まあそうそうだろうな。恋愛っていうのは相手のなんか電波感じていくもの。前からなんか俺伝えたことあるの。まあいろいろと私にもありまして、はい、まあ、ミオに彼氏ができまして。できました。はい、はい、じゃあ俺はまあまあ一つだけ言いたいことは、ね、俺はすごい嬉しいこれ。ただ本当に別に俺に家とかじゃないけど、男と女がくっついて離れるってなる。あんまりなんかチンチンになって病むとかそれは寒いぞって。いや、もう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 、そうだ、はい、でも、夢叶ったってこともない。社内恋愛したい。もともと一番好きって言ったかっこいい、かっこいいねえ、それ言っていくねって言ってんの。おーおーっと言わない約束だった。俺のこと一番好きって言ってませんけど、それもまあ、でも俺は幸せなことだな。なんで俺それ聞けなかったのかな。こうやってカメラ回ったとこでしか聞けなかったのかな今日。いや、それちょっと寒いよな。ちなみにみんな知らなかったの。なんか雰囲気おかしいなと思って付き合ってますかって言ったら、うん、ヨーみたいな、ヨーみたいな感じで。みんな知ったの。リュージョン知ったの。知らなかったけど、まあ、雰囲気って雰囲気って撮ったっすもんね。岡部、岡部雰囲気だよな。雰囲気感じたよな。だろ。お前さ、今日はあの、まあ視聴者の皆さんはあれですけど、今日岡部に彼女ができたみたいな動画撮ったんだよな。最高のタイミングだよな。俺あれで言ってくるのか。マジで。見よほら普通の顔しとっとるじゃん。こういう関係すぐ終わる。本気だなお前。じゃあお前の気持ちじゃちゃんと。ね、待って待って、ここでなんでみんなの前で言わせるの。いいじゃん。そういうの無理。まあ、いいや、カメラ向けに言うで勝利できるから。本気です。お前今ずっとそれ。いや違う、すごいって言われた。なんか愛しいみたいな、愛くるしいみたいな感じです。なんか年下っていうのもあるかもしれないですけど。愛くるしい。本当に可愛いです。あー本当。いやもう本当に真剣なの。これ YouTube 使っていいの。全然いいです。マジ嬉しそう。うわいいなぁ。ウィウィシーっすね。ロッカーまあおめ、まずおめでとうだな。ありがとうございます。あ、俺動画使っていいの。ここですけど。視聴者の皆さん、まあ、うちにプライベートはないからね。YouTube やるっていう時点で。だけど、まあまあ、本当に幸せなことだよね。だからまあ、とにかく二人が、まあ、別れたからって言って騒ぐのも嫌だし。で、俺は理想は結婚してほしい。でも、お父さんはしっかり止まったっていうのは、え、絶対聞くない。あ、親も挨拶しとんの。いや、お母さんもありました。お父さんもってる。お母さんは入ったかもしれない。無理だわ。お母さんは初手実家は無理だね。喧嘩が、え。あ、そう。まあ、正直さん、またちょっと面白い動画撮れると思いますが、楽しみにしてください。この夫婦の、あ、夫婦じゃない、このカップルの行き先が見たい人はチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。また見てねー。